左に
よろしいな、大勝負、長野テレコン、引き分け、不敗神、アフロカガロ監督、コミションの442、アフロカガロ監督、チームから絶対の信頼を受け、スリッチで勝ちます。もっと、今、抑えます。キーパーボールを出します。次、突っ走っていく。パスを回していく。このボールを、ファーストコンセプト。シュートです。ゴール入りました。0-1。ロンマーリオディスポーザーパーリア、ロンマーリオゲットボール。ビューティフルボール。2番26分キックオフ。ワールパスワールパスワールパスから、持っていくアンドリュー。おっと、間を通す。ゴール入りました。前半39分。ロボットディフェンダーを悔しがっています。理想的なコースでした。前半39分。キックオフです。カセミスが入ってきました。ここで仕込んで2対2アンタイに入ります。今後半スタートです。パート出して前に出して、ロマーリオ、ロマーリオ、メッセ、このボールを回していく。回るように、ファーストで、ビジャ
ラクター対長野ヘネソン恵まれた天候の中実況金田哲がお送りしますウルトラクターフェイレイダー大舞台での素晴らしい活躍が知られています。コンチネンタルスーパーカップ今スタートしました。左から右に進みます。白とオレンジのユニフォームウルトラクターフォーメーションは4-3-3右から左に進みます。黄色のユニフォームおなじみの大将長野ヘネソン指揮を取るのはお返しに丸の高野監督フォーメーションは4-4-2丸の高野監督1位5回から勝利への強い気を伺っていただきます。山ありよ巻いてくるゴール決まりました。前半16分ロボットこの得点は大きい。最高だったでした。前半19分さあキックオフ前に出してパスインターフォト中央に送ってヤマーリオドリブル打ってきた。これはキックキーパー抑えドリブル打ってさあセーバー攻め込んでいく右足15分
ジルの大勝負、長野ベネトン、力の差がはっきりと分かれた試合になりました。
ブラジルの大勝利、長野テレフォン。2試合の激戦の結果、ついにチャンピオン決定です。通らなかった。
間7分、キックオフです。アブレオ、いつものプレーが見られません。さあ、ワルグラ、前に立って巻き返します。